はい、どうも、こんにちは。本日はね、小話をちょっとしたいと思います。先日ね、自販機でね、ココアを買ったんですよ。僕ね、甘いものも辛いものも好きなね、守備範囲の広いデブなんですけど、でね、まあ、ココア買ったんですよ、ポチッつってね。そしたら、あるじゃないですか。当たり付きの自販機、なんか、数字が揃うと、もう一本もらえるっていうのね。それだったんですよね、偶然。で、ココア買って、ガシャンっつって。で、ね、こうピーって数字がね、こう出るわけですよね。下のディスプレイに。でね、こう、7777つって。7つって、ああ、当たったーってなったんですよ。ね、当たったんですよね。でね、あれ、時間制限あるじゃないですか、選ぶ。30秒だったかな、その時は。でも焦っちゃうじゃないですか。あ、どうしよう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 。あ、当たった、どうしよう、どうしよう、どうしよう。で、すんごい焦ってね、パッてね、顔を上げたら、そのココアの横にね、カフェオレがあったんですよね。そのね、カフェオレをね、押しちゃったんですよ。ポチッて。似たようなの押しちゃった。あれね、焦っちゃうんだよな。過去にもね、当たったことあるんですけどね、何回か。いつも焦ってね、そんな飲みたくもないものをね、押しちゃうんですよね。ココア買ってカフェオレってね、しかもね、両方あったかいからね。でもあれ、1本欲しくてね、買ってるわけですよね。ね、1本飲みたくてね、これが飲みたい。で、買ってんのに、当たりでもう1本。でももう1本いらないですよね。よく考えたら。まあ、後で飲めばいいんですけど。でもね、あれね、焦っちゃうからね。ココア買ったね、カフェオレを押した人がここにいますからね。あれね、もうちょいね、2分ぐらいね、考える時間が欲しいですね。じゃないとね、30秒はね、あーあーあーつってなんか変なのバーッと押して、ね、なんでこれ俺買ったんだろうっていうのね、なっちゃいますからね。はい、今日はね、そんなね、小話でした。はい、さようなら。